取れたてミフォファーム通信。今回はみんなでジャガイモの種芋を植えました。5品種あったので1人1種類ずつそれぞれ分担して植えていきました。風がめっちゃ強くて大変でしたが、天気が良かったので気持ちよく作業できました。こちらがジャガイモを植えた後の畝の様子です。前日雨だったんですが、もうすぐ風でカラカラに乾いてきています。すごく水はけがいいんですよね。そして、人参ピッコロという小さい人参の種をまいたのと、あともともと植えてた金時人参の様子です。スナップエンドウの苗もいよいよ上に伸びてきています。楽しみです。親指姫という背の低い小さなチューリップが咲いています。そして今回ごぼうを袋で栽培するっていうのに挑戦してみました。外側が黒い袋と内側が黒いのとどちらがうまく成長するか試しに種をまいてみています。そして今畑はこんな感じです。めっちゃ風強いです。今回もご視聴ありがとうございました。こちらは収穫した野菜です。ではまたね。